皆さんこんばんは。デンノコテンチャンネルのデンノコです。今回もジャンププラスにて連載されているスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。原作最新話第67話後編までが公開となりました。最新話までのネタバレを含みますのでご了承ください。前回の67話前編ではロイドの表の職業である病院にて部長のジェラルド・ゴーリーの嫌がらせで保安局へ密告する流れとなりました。そして第67話後編では保安局の有利もしくは注意が登場するのではないかと思わせておきながら見事にロイドの手のひらで部長は踊らされていましたね。この見せ方遠藤先生も巧みだなと思いました。ただ一方でいつかは今回のような未来がやってくるという伏線ではないかというご意見もかなり多いのが現状です。今回はそんなロイドがスパイであることがバレる、逮捕される未来について現在の情報を踏まえて考えていこうかなと思います。ぜひ皆さんの感想や考察などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。デンノコテンチャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係などジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけるとデンノコも頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まず今回の最新話第67話後編ではロイドの方が何枚も上手であることはわかりますよね。ただあくまで今回は部長のジェラルドがわかりやすい動きをしていたからこそあらゆるリスクを想定して密告してくることを予想していたと思います。なので未然に防げたということになりますよね。もし仮に保安局に通報され有利や注意のような秘密警察が来ていた場合、アニメでも登場しているタバコ黙々の取り調べ室で尋問を受けることもありえそうですよね。ユーリはかなり情報収集に長けていますが、情報を漏らさないロイド、黄昏からするとおそらくそこまで証拠なしで尋問することが予想できます。ベスタリス1のスパイと呼ばれる黄昏なので、ここでユーリが初めてフォージャー家で訪れた時を思い出していただけるとロイドの方が一枚上手でしたよね。ただそれだけだと延長線上になってしまうので問題となるのは夜の存在です。そもそもユーリは夜に秘密警察であることを明かしていませんが、もちろんロイドはその事実を知っています。なので、この事実を利用しないわけにはいかないですよね。ユーリにとって最優先事項は夜姉さんなので、ここをうまく使ってもし捕まった場合は切り抜けると思います。あともう一点気になるのはガーデンの存在ですよね。スパイファミリー第66話、夜が店長にメリンダ愛国婦人会へ出入りすることを報告しに行きましたよね。そしてデズモンドにロイドが接触した時いい人だった感じ、国家統一党に興味があると店長に告げると意味深な表情をしていたのが記憶に新しいかなと思います。これはドノバンに直接会ったこと、国家統一党に興味があること、どちらかもしくはどちらともに何かを感じたということだと思います。いずれにせよあまりいい表情ではないのでガーデンからマークされている可能性は非常に高いと想定できます。ただ基本的に夜のような殺し屋である実動部隊は探りを入れるっていう選択肢はないと思うので、ガーデンの店長から接近してくることが予想できます。まだね未知数な店長ですが、これほどまでにガーデンの存在を隠し続けているのはおそらく店長もしくはもっと上にいるかもしれないオーナーの力が相当だと考えられます。もう一度振り返ると、店長はロイドがドノバンに接触したことを疑問に思っていることはおそらくただものではないと気づいているからだと思います。ここでおそらく正体が黄昏であることがバレると思われるので、各方面で言われている夜に暗殺計画が出る可能性は非常に高くなってきますが、これはクライマックスのことだと思います。なので黄昏、ロイドは秘密警察に逮捕されることはまず考えられないし、もしくは有利をうまく利用する流れが妥当ですね。ガーデンの存在があるからこそ、ロイドはある意味その脅威とどう戦うのか、夜の存在も含めると、他は全然相手にならないと思いました。おそらく今回の第67話後編はそれを物語っていると個人的には思いましたね。ぜひ皆さんのご意見、考察とお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。